おはようございます。本日は2月12日朝5時の相場解説になります。で、本日ですね、 FX の基礎講座中級編の方のお申し込み一応締め切りになります。入金ベースで受け付けますので、今日もしかしたらね、着金間に合わなくって、私が確認するのが月曜日になる可能性があります。まあ、ですので実質的には月曜日の、まあ、午後2時か3時ぐらいに全体をこう確認しようかなと思いますけども、まあね、講座自体は明日明後日のうちに始まりますんでね、もうすぐにリアルタイムで学んでいきたいなって方は今日手続きを済ませておいてくださいね。FX の基礎講座中級編では、エリオット波動とフォーメーション分析、この2つを攻略していきます。しっかりと身につけて、もうね、ゾーンと坂田五法、エリオット波動、そしてフォーメーション分析、この4つがあればもう負けないでしょ。これで負けるようだったらもっと難しいね、もっと難解な移動平均線とか、他にもね、雲とか、あの辺やっていきましょう。いやでも難しいですよ。この4つでちょっとね、フルフルなようでしたら、もう一回一から考え直した方がいいですね。暗記するところから、ゾーンからやっていった方がいいです、はい。ということでございます。それでは画面を切り替えて、今日はね、冒頭で私の頭の中で何を考えているかってことをまずお話ししましょうね。私の頭の中ではこういうふうに考えています。これはね、普段言わないんですけども、ここをきっかけにして、下降から上昇に向かいましたよね。じゃあですね、きっかけのところからどういうふうに、ローソク足が動いているのかをざっくりとね、全体像を見てみましょう。まずは上昇波がここにありました。そしてここで反転して下の方に波が移ります。ここをきっかけにして今度は上の方に大きく伸びます。ここで大きく利益が取れたわけですよね。そして105円を達したわけですけども、そこからはその反動があって下に変わってきました。今陽線がちょろちょろって出てますけども、この陽線どこまで伸びるかってことですね。これは黄色いゾーンを突き破ってこういうふうに出ていくと思われます。そしてその後なんですけども、これね、エリオット波動でいうと調整波っていうのがこういうふうに入るんですよね。こういうふうにね、このゾーンの下の壁に当たって突き抜けてもう一回下の方に戻るっていう感じです。ただですね、私はこう思っているわけなんですよ。105円、106円の方向に向かうのが継続されると思いますので、ゾーンを横に伸ばすとここに当たってさらに伸びると、高値切り上げ、安値切り上げが続行するんではないかなと思ってるんですよね。まあ、これが私の頭の中で考えていることです。ではいつものように相場解説をお話しするときにどういうふうにするかと言いますと、まずはこういう流れがありましたよね。こういう流れがね、で、バイデンさん就任と同時に105円に向かうよとお話して105円に向かいました。ここもしっかり取りました。そしてゾーンでぶつかって下の方に、まあ、調整されるわけですよね。で、この後なんですけども、このゾーンを破って私は上の方に向かうと思ってるんですよね。で、105円106円のフェーズに入って、そこからは上昇を繰り返すと思います。これが私のデイリーの見方です。要するに動きはこういう風に変わっていくってことですね。はい、では4時間でちょっと細かく見ていきましょう。やっぱ目先の勝利も大事ですからね。で、これは前々からお話したように、こういう風な流れで来た後に N 字を書きながらどんどん駆け上がっていったということでございます。で、ここで若干ね、 N じゃなくって、まあ、フラグみたいになりましたけども、結局ここから突き抜けて、ここはヘッド&ショルダーをこの前完成させましたよね。ヘッド&ショルダー、高値圏からのヘッド&ショルダーなんで大きく下の方に落ちていきます。で、今ここで落ち着いてるところですね。104円の700あたりだと思ったんですけども、まあ若干ずれてですね、もうちょっと深く入ってしまいました。こちらの方です。で、ここからね、またさらにこちらの方に私は行くと思ってるんですよね。場合によってはここを超えて、行ってしまうんではないかなというところです。まあ、ですんでね、105円106円の方向に向かうとお話したんですよね。で、こういうふうにさらに落ちる兆候っていうのは今のところないです。そういう場合はこの四角の中の傾きがね、もうちょっとね、こういうふうな横ばいになるんですよ。
どちらかというと右肩上がりのこれ横ばいになってますから、まあこのまま上に上がるんじゃないかなと思ってますね。1時間見てみましょうか。ちょっといろいろ話してますね、今日はね。ヘッド&ショルダーはここで肩があって、頭があって、そしてこちらの肩はこういうふうな形で2個が1個ぐらいの肩になってですね、でストーンと落ちたわけですよね、ヘッド&ショルダーで。じわじわとちょっとこう上げてきてるんですよ、また。でこれがだから右肩上がり、105円台に入って106円に行くっていうふうに私はこう予感できるところですね。もちろんね、こういうのもあるんですよ。落ちていって、こういうふうに横ばいになって、さらに落ちていく。上昇するときはこれの逆が起きてますからね。ということで、まあ、金曜日になっちゃったんですけども、倍の方で入れればなと思ったんですが、ちょっとね、このぐらいのボラティリティでは、ポジション取るわけにいかないんで、見てるだけになりました。今週はエントリーするチャンスもうないと思いますけども、来週週明けから、買いで入っていけると思うんですね。買いの方で、まあそういうふうに来週の戦略は考えていきましょう。はい、ということでね、ちょっと今日は話が長くなりましたけども、結論だけ言うと、私はこれからバイの方を見てるってことなんですよ。ずっとセルの期間がありましたけども、今日お話したことと今日までにお話したことを総合して、これからは105円とか106円の方向に進んでいくと。ただし107円とか108円っていうのはちょっとね、行き過ぎかなと思います。長い目で見ると、これね、またね、セルの方向に向かう時が相場が来るんじゃないかなと思うんですよ。まあそんな感じでね、大きくは捉えております。全体的にはね、やっぱりウィークリーとかで見ると、やっぱ売りなんですよね。大きな時間軸で見ると1時間とか4時間とか、まあ言って1日のレベルで見ると倍の方に向くんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ですので、しばらくは倍、遠い目線でセルの方に向かっていくというふうに思っております。じゃあ、本日は以上です。